はい、はい、こんばんは。こんばんは。ということで、出口大輔と伊藤大輔のおしゃべりワンルームということで、今年一発目でございます。はい、そうですね。もう下旬ですからね。もう1月になったなっていう感覚はもうだいぶついてますけど、はい、新年行ったんですか？初詣とかは。初詣というか、年末に僕あんま帰んないんですよね。実家神戸なんですけど、はい、なんか交通費高いじゃないですか、年末年始って、はい、だからまあもうちょっと落ち着いた頃に帰ろうかなみたいな感じなんですけど、ちょっと今年なんか2日に親戚で集まるからみたいな、ちょっと一昨年父親が亡くなってまして、はい、でそのおじさんというか父親の兄弟の集いがあるっていうから、はい、まあちょっと行っとこうかなというね、ので安い日に行きたくて、はい、でバスで大晦日に乗ったんですよ。だから大晦日で年を越したんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。なんかまあね、なんかちょっといい年越えてじゃないですけど、なんか普通に帰ってもよかったんですけど、はい、でも結構満員でしたよ、バスは。あ、そうなんですね。だバスでの年越しはみんな、いいんだ、大丈夫なんだなっていう。バスの中でもやっぱりカウントダウンやるんですか？やんないですね。やんないですそんなパリピが集うバスじゃないんですよ。違うんですね。はい。変ななんか、シャンパンとか。クラッカーとか鳴らしたりしないですよ。それだったらもうリムジンで帰りたいですね。そうですね。どうせやるならね。はい、いや、だからもうそれで帰って、はい、で、大阪の妹の家にいたんですけど、はい、大阪で正月から吉本のお笑いのライブに行って、その最中に地震が起きまして、はい、ああそうですよね。まあ言うて震度4なんですけどね、はい、まあ大阪は。でももうネタ止まりましたやっぱり。うん、だから言うてますよねって、まあ芸人さんもちょっとやめるかやめないか迷った上で、はい、でもなんか結局スタッフの人が震度7らしいですってなって、もし石川のお知り合いいる方いたら外出てくださいみたいな流れになって、はい、でなんか5分ぐらい休憩して一応まあ再開はしたんですけど、はい、もうちょっとやっぱね気まずいですもんね。ちょっとその7とか聞いてなんかやってていいのかなみたいな、見てていいのかなみたいな。いや本当に大変ですよね。うん、いやそれで、はい、なので鳥越あずーり FM も、はい、緊急支援募金をね、令和6年能登半島地震緊急支援募金をやっていらっしゃるということで、はい、まあちょっとこんなねちょっと触れておいて、はいはい、なのでもしねなんかしたいなという方がいらっしゃったらというとちょっと他人事っぽくなっちゃいますけど、はい、ね、一応こういう局としての取り組みをやっていらっしゃるということでございます。はい、伊藤さんは何してたんですか、正月その地震の時は。その時は寝てましたね。寝てました。はい、ずいぶんのんきですね。まあ揺れないですもんね。でもこっちはそうですね、うん、だからもうニュースで知るしかない。はい、うん、もうほんとびっくりして、うんうん、そうですね。もう今日もちょっと寝癖みたいになってますもんね。大丈夫。じゃあまあ普通に寝正月。そうですね、はい。あ、実家でしたっけ。もう実家ですね。あ、はい、じゃあまあ別に帰るというほどのところもそんなにはというか。でも2日ぐらいからバスケ再開して。うん、それ全然実家と関係ないじゃない。そうですね。まあでも安定の要は正月からもうバスケ好きをアピールというか。はい、じゃあね、なんかまあ普通にスタートしたって感じです。そうですね。あります、今年の抱負は。今年の抱負はやっぱりあれですね、計画性を持って物事を進めていきたいなと、うん、それ法律業界目指してる人はもう最初から計画性あるんですけどね。いや僕頭の中で全部処理してて、はい、あんまり手帳とか使ってなかったんですよ。でも、うん、本当にスケジュールとかもうわけわかんなくなるんで、うん、ちょっとちゃんとスケジュール管理をそれしっかり。だからそれは普通18歳ぐらいで気づくんですよ、はい。いやだからね、はい、まあ、じゃあまあでもね、反省を何かしらしてそうなるのであればね、頑張っていただきたいですけどね。はい、僕はより一層エンターテインメントに触れていこうということで、なのでもう、はい、もはや3月4月ぐらいまでに、はい、大型ライブに6本ぐらい行きます僕は。音楽の。それ出る側ですか？出る側はね、黒子みたいなやつでしか出れないですけど、4月になので、はい、国立のアドのライブに行きますし、来月3月はスーパーフライとか、すごいですね。あとミーシャのライブも、めっちゃ行きたいっす。なので結構大きい大箱系にちょっと序盤は攻めようかな。いや僕もちょっと連れてってくださいよ。連れてくださいよ。僕もちょっとお供したいです。あ、本当ですか。はい、音楽好きなね、ちょっと伊藤さんちょっと誰が好きとか知らないから。いやもう今おっしゃった方は全部好きです。あ、そうなんですね。はい、まあ、特にミーシャさんとか。あ、そうなんですね。すごい好きですね。
じゃあじゃあまあまあでもそれは別にちょっとネタじゃなくたまにじゃあ誘います。ありがとうございます。まあ音楽というかねラジオは結構そうですね、本来は音楽とかも結構ね関わり深いですから、じゃあねちょっと今日はまた素敵なゲストをお二人お迎えしてお送りしますので、はい、呼びますか、呼んじゃいましょうか。はい、じゃあねちょっと僕らの間に入っていただいて、お願いします。お願いします。お願いします。顔が見切れてしまいました。僕の顔が。ごめんなさい。よっこいしょ。登場がもうちょっと若々しくないですけど、大丈夫ですか？はい。ということで、ご紹介しましょう。今日のゲストは、グラビアアイドルの高梨瑞希さん。お願いします。はい。と、タレントモデルの、森脇りりかさんです。よろしくお願いします。はい。ということでね、立派に華やかになりましたけども。急に変えましたね。もう僕はさっきからずっと伊藤さんが僕寄りにポジションを取ってることが気になってしょうがないんですよ。確かに近いなと思ってます。画面の外に押しやられるかと思って。相撲してる気分は全くなかったんですけど、押し出しされるところでしたけど。でね、芸能活動をね、お二人ともされているということで、お仕事の話と、はい、あとオフの日とか、まあ、ちょっとこういろいろそれこそねおしゃべりワンルームとして、はい、お送りしていきたいと思いますけれども、はい、じゃあ順番にちょっとねご紹介していこうと思いますが、はい、はい、高梨瑞希さんは、はい、じゃあまずお名前ね、こちら、漢字ね、こういう風に書きますよと、はい、結構木が間違えられがちで、うん、なんか希望の木とか、確かにね、うん、よく間違えられちゃう、木が多いですもんね、そういっぱい書くのね、樹木の樹で、うん、覚えていた。で森脇さんはちょっとタレントさんとは思えないぐらいの存在感の私今ここにテレビ映ってるじゃないですか、うん、自分で見た時にもこんなちっちゃく書いたっけ。いやだから僕日本語にも小文字ってあったんだなって、それぐらいのね、ちょっと前に出しときましょうこれね、前にこれを下げましょうか。伊藤さんも伊藤さんもあの伊藤さんでかい、ここでいいですか。前見ない。はい、一応ね、一応出しておきましょう。ということでね、リリカさんは、梨、あ、だから梨共通なんですね。そうなんです、そう、まあ、名字と、名字とお名前ですけど、はい、そうなんですよ、うん、じゃあ、ちょっとね、まず生年月日からお伺いしていきたいと思いますが、はい、高梨さんからじゃあ何年、はい、何年、何月、何日生まれですか。1997年の12月21日生まれ、うん、12月21日ってことはもうクリスマス間際ですね、はい、そうですね、クリスマスめっちゃ近いんで結構誕生日とクリスマスプレゼントを一緒にされることが多かったですね、うん、それはでも切ないですね、切ないしちょっとムカつきますね。そうですね、なんなら何を一緒にしとんねんみたいな、ボケじゃない、ツッコミをどこでするかっていうね話ですよ。本当に一緒でいいよねとか言われて、で僕も僕7月8日生まれなんですけど、はい、あ、そうなんですか。なんかそういうイベントはそんなないんですけど、はいはい、絶対テストがあるんですよ。あ、だからもうそれどころじゃねえ予感がすごくて、毎年あと自分もなんかやんなきゃいけないじゃないですか、うん、夏休み前のやつですよね。夏休み前だから大学とかも結構テスト勉強期間なんで、確かにそうかもしれない、もう何もできなかったですね、そういう誕生日イベントみたいなのとかありますよね、そのタイミングかぶっちゃうと、ね、うん、で、森脇さんは生年月日は、はい、2002年の5月8日生まれです。はい、はい、もうついに2002年って2000年じゃなくて2002年って言われることでなんかさらにね、なんかこの間赤ちゃんだったんじゃないかっていぐらいの気持ちになりますけどね。本当になりますよね。何歳でしたっけ。21です。ありえます、2000年がだってもう20歳超えてるんですよ。そうですよ、やばいですよね。もう本当に僕なんてもうその頃もう部屋中漫画ゲームだらけで、もうなんかそういうなんかちゃんとしたね、伊藤さんはどれぐらいでした。ちょっとぼかしてんのかどうなのか分かんないですけど、ね、年齢をどこまで言っていいのか分かんないですけど、僕25ぐらいからあんまり変わってないんで。あ、そうなんですか。もう25歳だったんですか、2002年で。そしたらもう50ぐらいだいぶいってる、だいぶいった。隠す意味ないですよ、そこまでいったら。ちょっともじもじしながら53ですとか言われた時はちょっとこっちの引き加減を考えていただきたい。隠す年齢じゃないだろうってなりますけど、
で、お仕事のね、はい、開始の時期は何歳ぐらいだったんですか？大学2年生だったんで22歳とか、うん、21歳ぐらい。あ、じゃあもう結構普通には。今始めたぐらいな、森脇さんと、うん、あ、なるほどね、今ぐらいですね。森脇さんは何歳の時に？私は高校2年生の時に足を踏み入れました、うんそんななんかあの盗人みたいな知らない家に不法侵入したみたいな感じで入ってきました。じゃあちょ、まあ、だいぶ若いタイミングでスタートできたってことですね。はい。で、身長はおいくつですか？164センチです、うん、私は160センチです、うん、164って結構高いですよね。後ろから3番目とか。いや、わかんないそれ絶対クラスによる。164センチ自体はでもだいぶ高いですからね。あ、でも僕ね、あの関東に9歳までいて関西に越したんですけど、その時ね、17、8人のうち7、8番目だったのに、関西に行ったら後ろから3番目だった、はい、そうなんです。本当に関東の子の方が身長が高いんです。そうなんですか。ちなみにね、森脇さんがなんと僕と同じ兵庫県出身。あ、そうなんです。神戸市出身ということで、はい、すごい。いやだからね、奇遇ですよね、うん、すごい。さっき地元トークで盛り上がらせて、ね、いやだから結構兵庫県がやっぱすごい大きいので。いや、そうですよね。だから意外とね、ちょっと西の方とか明石とか姫路の人もね、本来はいっぱいいると思いますけども、今なんかちょうどあのスタジオにあのコメントいただきました。はい、ベンさん、リリカさん、緊張してますか？もうこのベンさんって方、私が高校生の時から本当に応援してくださって、すごいじゃないですか。それこそもう何年になるんだろう、4年とかに。すごい。いやでもやっぱ最初はやっぱファンと呼ばれる人をやっぱどこまでね増やせるかって不安な時についてくれる方はありがたいですよね。緊張してます。伊藤さんのファンはどこにいるんですか？いるんですかね。いますよ。それ、ね、そこそこ長いキャリアでまだ行方不明なんですね。まだ探し中ですね。探し中。恋人の時の言うやつだから。ファンになってくれませんかじゃないんですよ。で、出身はどちらですか？栃木県です。うん、はい、兵庫県です。うん、じゃ栃木ってことは、まあ、じゃあだいぶ東京には慣れてたんですか？いや、全然、本当栃木で完結してましたね。完結東京来ることはほとんどなかった。人生のかのような生き方。あ、じゃあ、あんまりその、行きたいって言って、そのちょっと、まあ言うてね、2000ぐらいで来れるじゃないですか、多分1000いくらか。はい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 、でそれは、冒険みたいなことはせず。全然、もう地元自転車で走り回ってる方が楽しい、感じでしたね。でも頑張ればね、自転車でもこれも。いや、無理です。無理です。無理かな。頑張れば。絶対無理です。いや、だから僕の友達でも、神戸から北海道まで行ってましたよ。本当ですか？自転車でですか？自転車で。いつどれくらいかかるんですか？いや、わかんないです。もう多分もう、なんか、僕はもう、それはもう、あの、住所不定の人間だと思ってる。すごい。その状態になった瞬間。すごい。いや、だから、うん、なんかもう、なんかそういう、チャリンコ大好き子でしたけどね、そこは。すごい。うん。兵庫は、まあまあまあ、きついですね。きついですね。うん。じゃあ、栃木と兵庫県。はい。はい。兄弟はいますか？兄弟は妹が一人います。うん、仲いいですか？めっちゃ仲、一番仲いいと思います。昨日もあって、一昨日、3日前も一緒に USJ 行って。それちょっといい、あの、距離感おかしいですよね。昨日もあってってことは、こっちに住んでる。実家に、栃木に住んでます。ああ、そうなんですか。はいはい、で、そんなでも USJ なんて気軽に行けなくないですか？でも日帰りで行ってきましたね。すごい。お金持ちじゃないですか。いや本当に、ね、あ、でも分かんない、自転車で行ったかも。あ、そうですよね。その可能性あるから。ゼロ円、ゼロ円で行かないですね。パンクしない限りは大丈夫ですけど。じゃあすごい、その旅行にも一緒に行くと、めっちゃ一番、人類で一番仲いいの人類妹だと思います。それはなんかまだね、可能性を秘めたオランウータンとかに失礼ですね。人類ではないの。猿類猿類かもしれないですけど。で、2個違い2個違いですね、うん、で、今妹さんは、はい、地元で働いたりとかしてるんですか？地元、就職を最近、就活を今今年してて、うん、で、就活決まって今は地元でバイトしたりなんかしてます、ね、なるほど。じゃあなんか中間地点とか都内であったりすることもあるんですか？あります、あります。越谷のレイクタウン。おー、越谷めっちゃ好きです、それ
本当ですか、はい、あでも僕もね越谷のねバスケットボールチームを応援してるんですよ、あそうなん強いんですか。 B2 ってあの J リーグと一緒で、はいはい、B1、B2、B3 ってあるんですけど、はいはい、B2 の、2位ですね。お結構あの B1 にワンチャン上がるというか上がれるかもしれない。あのプレーオフっていうのが大体終わったらあるんですけど、はいはい、その昇格のプレーオフには去年は出てましたね。応援しがいがありますね。そうなんですよ、そうなんですよ、まあ、一応あの前回もこの番組で、ね、アルバルク東京の話はしたんですけど、アルバルク東京はもうむちゃくちゃ強くて、B1 なのに勝率が8割5分超えてるんです。最強だ。ほぼ9 ほぼ9割そうだからそれが、今代々木体育館で試合やったりしてるんですけど、来年からお台場に移転するんですよ。わだからお台場 の、 あの昔ビーナスフォードとか分かります、あの、はいはいはい、観覧車があったエリア、あまだえ大江戸温泉物語ありましたよね、来た時東京に森脇さんが。わかんないですか。え、あったと思います。お台場って結構、ね、もっと昔栄えてたというとちょっとお台場エリアも気まずいですけど、あのもっと結構いっぱいあったんですよ、いろんな施設が。そうですね、うん、でそれが、メガウェブっていうなんかトヨタの施設が、まあ、全部崩して今そこにアリーナを建ててるんですよ。そうなんだ。そうだからお台なんかイメージあんまないでしょ、だってお台場にバスケットボールチームだからね。確かにないですねイメージ。だから今有明エリアも開発すごいですからね、あの大きなライブできるお魚美味しいとこですよね。お魚有明限定でお魚が美味しいわけじゃないんですけど、まあ東京東京は築地とかがまあ近いエリアではありますね。だから お寿司とかね、ああいうお店が多いかもしれないですけど、うん、はい。で、ちなみに森脇さんは兄弟は？はい、私はお姉ちゃんと弟がいます、うん、お姉ちゃんは何個違いですか？お姉ちゃんが2個上で弟が1個下です。ああ、なるほど。1個下って結構じゃあね、あのもう同じ人生を歩んできたぐらいの。そうですね、お姉ちゃんと弟、それこそなんか兄弟って感じではなくても本当にみんな、うん、みんな一緒に育てられてきたじゃないけど、みんな一緒に育てられてきたけどはもうあの子犬子犬6匹ぐらいのニュアンスでしたけど。なんだ、お姉ちゃん弟みたいなあんまないですね、友達みたいな。あ、友達みたいな感じで、うんうん、でも3人と割と賑やかですね。あ、そうですね、確かに羨ましい、うん、聞きたい、はい、コメントいただきました、はい、のぶさん、うん、リリカちゃんもっと前に出てアピールして、ね、やめてそんな無茶ぶりするの、この番組で育てられようとしてる可能性がありますからね。そんな無茶ぶりやめて。で ポさん、ポッポだ。あ、ポッポさん、うん、リリカちゃん今日の髪型めちゃめちゃ可愛い。あ、本当ハーフアップなの。可愛い、確かに可愛い、可愛い。でチョロップさん、水木さんは今日も緊張してますね。今日もってどういう、今日もってどういうこと。そんなに、あでもなんかね、高梨さん一回以前この局の番組に来た、出たことあるんですよ、はい、だから今日もってこと、あなのかな。じゃあ見てくれてると思うんですよね。前回どれだけ噛んでたんですか。ね、どういうことだろう。今日だいぶマイルドにやってるはずなんですけど、という質問だったということですね。いただきました、はい、ありがとうございます。生放送ならではのキャッチボールですけども、いっぱいしてください。じゃあ引き続き、趣味をお伺いしたいんですが、はい、趣味と聞かれて何と答えますか。私は UFO キャッチャーが好きです。 UFO キャッチャーってでも、はい、結構ね昔大、今もやっぱむっちゃ流行ってるんですかね。え、あの大きいやつですか。これですよね。ちっちゃいやつって何ですか。今リリカさんの UFO キャッチャーだいぶ変化球なすごいラブな形になってましたけど、こんな、なんか滑りそうというか、つかめなそうというか。でもだって大きいやつですよねっていうから、どういう、どういう説明。あ、かわいい。ぬいぐるみとか。ぬいぐるみ、ああ。どっちを狙うのかなと思って。確かに。大きいやつっていうか、私は結構箱物を狙うことが多いですね。あ、そうです、そうです。なるほど、なるほど。それこそ妹が、なんかジャンプ系の漫画がすごい好きで、だから、そのジャンプ系のキャラクターのフィギュアをいっぱい取ってあげるっていうのが、じゃあ人のためにやってるんですか。そうです、妹のために。違うんです、自分のためって思うと取れないんですよ、UFO キャッチャー。何ですか、そのなんか、占いみたいな。占い師が自分を占えないみたいな、そういう感じの。本当に取れないんですよ。まあ無欲の勝利というか。そうですね。なんか心の中に、うん、まあ取れなくても最悪自分のお金だしって思っちゃう部分が絶対あるんですよ。うん、でも、うん、妹のためって思ったら絶対取らない
と悲しむって思ったら、うん、確かに、あ、じゃあ悲しい気持ちをバネにというか、そうです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 、僕もでも大学生の時はちょっとだけなんかちょっとモテそうじゃないですか、うまかったら確かに、だからそういうそうですか、そう、物を取るというよりは成長して女の子の心をキャッチしようっていう、うまいこと言って、気持ちでやってたんですけど言ってない褒めてくれるからね、あのゲストが接待してくれるという感じになってますけどだからそれでも取れるやつを取っていったんですよ。あ、そう、そしたら結構大きいやつもまあ意外と取れて、だいたい2000円ぐらいで大きなかビニール袋2袋ぐらい満杯になるぐらいだったんですけど、でもなんかそれでなんか子供に帰りが指さされて泥棒って言われたことあるいや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 、金払っとるんやから。あげるわ、子供あげるわじゃないですか。まあまあまあ、あげてもよかったっすよ。すごい、急な冤罪発生して、びっくりしましたけどね。あの僕も、なんか、例えば女の子とデートするときに、一緒にゲームセンター行って、今のキャッチャー取れたら、うん、なんか、そのことうまくいくみたいな、自分の中でジンクスがあったんですよ。で、うまくいったんですか？取れたときはうまくいってました。あ、ええー、そうなんですね。でもそうだと思います。はい、失敗されたらちょっと幻滅しないですか？あんま下手だとね、なんか、ね、うね、違うとこのセンス悪いのかな。違うとこ。これなんか物理とか0点なのかなみたいな、そういうなんか推測がされたりというか。なりますよね。じゃあ結構じゃあそういう人のために取ってるんですね。取れなくてイライラされるとやっぱ、いや、おいみたいなやられたりすると。そんなやつそれはちょっと待ってください。神戸の治安が誤解されるんですけど。違いますよ。いたわけじゃなく、いたわけじゃなくですよ。まあね、もうだいぶ今はね、神戸も治安が。僕の頃はちょっとやばかったんですけど。あ、いいです。で、あと森脇さんは、可愛いジップロックを集めてる。最近趣味じゃないんですけど、うん、最近100均とかにあるこういうジップロックがあるんですよ、かわいいジップロックが、うん、そういうのにを集めるのに。それはでもどこで気づいたんですか、そのかわいいジップロックコーナーを通ったんですか。それこそママが結構いっぱいこういう小物入れみたいなやつを買ってくることで、そうなんですね、あ、可愛いなってどん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 いろんなところに手出して、手出して手出してはそれも購入じゃなくてパクってますあ、購入ちゃんとしてます、購入ちゃんとしますはい、集めてます、集めてます。あ、じゃあもう家はジップロックだらけ、ジップロックだらけです、いろんなサイズのやつあります。それでもいっぱい増えて困んないですか、入れるものとか、そんななくならないですか。ルンルンします、ルンルン、その気持ちをジップロックで閉じて、うまい、それうまい、それ別にうまいって言わせようとしてるわけです今日の番組で、うまいはい、でコメント、コメントがいきなり4枚ぐらい、すごい、すごい、今日は大盛況です。3、4、5、3、あ、さよたんだ見てます、これテレビ電話じゃないのミリカちゃん可愛いです、ありがとう、はい、うん、高梨瑞希を押すためだけのアカウントもうちょっと、すごいよ、すごいこれ一応言っとくと TikTok ライブのバトルじゃないどっちがポイント投げたとかそういうことじゃないで人類で一番仲良いのは妹さんの、笑っちゃった、でも確かに仲良したんでしょうね、みんな知ってるんだ、もう知ってると思いますけど、ヤールさん、ヤール、呼びすぎ、友達の関係性がね、フォローさん、緩い感じで楽しく、拝聴か、拝聴、慶応大学とは思えない感じ力じゃないですかびっくりした、ちょっと一回やり直してもらっていいですか、まあ、感じはないですよ、今のはちょっと難しかったね、優しい、そうなんです、優しい、すごい寄り添える、漢字読めないレベルが寄り添える感じです、いっぱい来てる、ヤールさん、UFO キャッチャー取りなすぎて、うん、定価で買える金額を超えても、確かにね、確かにそうなんですよね、そうなんです、結局買った方が安いという、でもそれは違うんですよミリちゃんはもうね、いっぱい取ってるから、ユナちゃん、ユナ、ユナちゃん、リリちゃん大好き、あ、ユナありがとうリリちゃん、しんちゃんの真似してちょっとそんな無茶ぶり本でやって、急にねえ、やんなきゃ、放送事故になる可能性が一応小さからず、大きからずありますからね、はい、で、ツナマヨさん、水口鉄板のお財布なくしたトーク期待します、何それ、何それ、森脇さん、めちゃくちゃ可愛いです、ありがとうございますそのお財布は頻度が高いってことですか、なくす、あ、でもよくなくすんで、今はあれです、入れてる、入れてる、アップル、そう、エアタグ、エアタグだ、あの場所が分かる GPS みたいな、そうですそうです、よくなくすんですよ、ね、あ、でも確かになんかいろんなものが増えて、僕なんかこのスマートバンドっていうスマートウォッチみたいなやつのちっちゃい版買ったんですけど、スマートすぎてどこ行ったか分かんない探し出せなくなったんですよそんなことあります、生活が全然スマートじゃない
いやそんなことあるんだ。やっぱり機器が増えすぎて大変ですよ、探すのが。そんなことあるんだ。もうあのほらイヤホンもほらね、めっちゃ Bluetooth のやつが、うん、最近これぐらいしかないからね、うん、あれはすぐなくす。ヘッドホンにしました。だから、うん、あ確かにヘッドホンなくしたらもう家の散らかり具合がね想像できちゃいますけどはい、あまだあります。はい、最後、高梨みずきを押すためだけのアカウントさん、うん、UFO キャッチャーの話のに哲学的いやでもね、大学で勉強したみたいなんでね哲学をね、はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます、はい、引き続き、はい、じゃあ次いきますよ。はい、じゃあ特技教えてください。特技、私口に拳が入ります。それはもうすごいやる流れですよね、うん、でもなんか拭くものがないじゃないですか。確かに。じゃあ大丈夫、僕は拭きますですよ。絶対に止められる前に拭きます。洋服で洋服で拭いたらあんま美味しくないです、ね、手にしましょう、手に。そうですね、まあ、ちょっとあれもね、スタッフさんがティッシュを持ってますから。ティッシュ持ってる。じゃあやれるんですか。2回ですか、やっと。はい、そう、あんま外れたりとかしないですよね。いや大丈夫です。私口大きくて手ちっちゃいんですよ。いや一応あんま30分残ってますからね。ちゃんと喋れるように戻ってきてください。いきます。はい、うわー、すごっ。本当にすごい。いやすごいっていうか、これ伝わったかわかんないですけど、音がしましたよ。ゴリゴリ、そうゴリ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 って。いやもう一匹なんか死んだみたいな痛くはないの。全然痛くない、全然痛くない。入んないわ、ちょっと心配ない、絶対入らないわ。またいっぱいコメント来た。すごい。ティッシュも来た。コメント一緒に、すいません、ティッシュも来ました。ありがとうございます。いっぱい来た。すいません。いやすごいっすね。え、伊藤さん絶対入んないっすよね。僕も絶対無理っすね。じゃあやってみてくださいよ。それでだから僕無理やり開けましょうか。人力で入れましょう。いいんですか。読みますか。はい、ゆなちゃん、りりちゃん、見れるの楽しみにしてたよ。ありがとう。すごいすごい。引きこもりダイエッターさん、ぜひジップロックをお財布に。ああ確かに。あでも小銭、でも可愛いからいいんじゃないですか。うん、確かに。それとこれとは違う。それとまた違う。確かにちょっと貧乏感出ますよね。あ、ノブさん、大輔さん面白いですね。いや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 、もうさ、そう急に僕も神戸で。いやいやいや、あらあらあら、神戸、神戸やっぱいますね。みんな神戸だ。結構あの実家帰った時かそってるんですけど、ね。わかりますわかります。わかります。そう、大阪と比べると。ちょっと待って、勘違いされてます。ああ確かに神戸。やからが多い。いやでもね、でもイメージはあるかもしれない。そうなんですよね。実際兵庫ってなんか本当あの自慢じゃないですけど、うん、僕の中学校は廊下を原付で走ってましたからね。待って待って。盗んだバイクで走る。いや盗んでないとは思う。あ、わかんない。でも盗んでる可能性もあるな。まあちょっとね、そういうのはちょっとあんまり良き思い出ではないですけど。リリカさん、世間知らずがバレるのであまり発言しないでください。あ、でもね、ちょっとな、噂ではちょっとやっぱ若干天然的なところがあるという噂ですよ。うん、じゃないんですけど、ね。某近しい方の証言。じゃないんですけど。証言によると。何を勘違いしてるんだろう。まあでもね、ちょっとその拳のやつはでもね、すごい。あ、嬉しい。ありがとうございます。で、リリカさんは、はい、特技は何ですか。私の特技はダンスです。ダンス、はい、すごい。それ習ってたんですか。習ってました。習い事として。うんうん、何歳ぐらいから。幼稚園の頃から、うん、それこそ高校生ぐらいまでずっとやってました。じゃあもうそれこそ物心ついたんだかついてないんだかぐらいからやってるってことですね。そうですね。でもなんかいろんなとこにいろんなジャンルやってたんで、うん、なんだろう、なんか全部そこまでもうそれこそめちゃくちゃ踊れるわけで。ああ、要は広くちょっとこう。あ、そうですそうです。広く浅くやってました。リズム感とかね、はい、あの体の動かし方とか。はい、うん、いいの。部活は何やってましたか。私はバレーボールです。うん。私はテニス部です。テニス部。あ、じゃあ二人とも運動部。うん、はい。あ、じゃあ結構ちゃんと練習行ってたんですか毎日。行ってましたね毎日、うん。あとなんか駅伝とかもやってました。夏だけ駅伝部みたいな。夏じゃないや。秋だけ駅伝部みたいな。なんですか、スケットみたいな。え、なんか季節だけある部活みたいな。あ、そうなんですか。そんなの。そのシーズンだけ駅伝部っていうのがあって、シャトルランの成績が良かった人が。ああ、なるほど。あ、そういうちょっと優秀者の集いみたいな。あ、そうですそうですそうです。とかもやってました、ね。じゃあ足速いんですね。いや足は普通で体力の方かな。あの長距離。そうそうそうです。リリカさんは何部でしたっけ。私はテニス部でした。で何年間。
テニス部で中学の時にちゃんと3年間行ってたんですけど、うん、それこそ最後のラストの試合の時あるじゃないですか、うん、もうほんと最後の試合、引退試合、うん、引退試合の1日前にあの家でこけて骨折をして、引退試合出れなかったです。いやだからその瞬間が引退ですよね。骨折れた瞬間が。でも折れた時って折れたことありますか、どっか。あ、僕鎖骨1回だけ折れた。でもあの時って、うん、あ折れたなって分かるじゃないですか。あ、僕もね、ほんとちっちゃい頃だったから、ね、泣き方がおかしいっつって、あの、親に。鎖骨って何で折れたんですか？鎖骨はなんか一段ベッドから落ちましたね。なんで折ったの？なんか、それこそ、試合の前日までテスト週間で、うん、で、私、一日漬けで頑張る派だったので、寝てなかったんですよ、ね。一夜漬け一日は結構やってる。あのなんか24時間つけないと味が染み込まないみたいな、そういうあのタイプの方一夜漬けでやるタイプだったんで全然寝てなくて、うん、学校早く帰ってきて寝てたんですね、うんうん、それこそあのなんだろう、女の子ってスカート脱いで下に体操ズボン履いてるんですよ、うん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 、でその状態でスカートがシワシワになるから体操ズボンで上なんかシャツみたいなの着て寝てって夏だったんで、はいはい、お昼寝してたらそれこそ私5月なのに、うん、友達が誕生日プレゼントを持ってきてくれて家まで、うん、でママが何々くんが誕生日プレゼント持ってきたよ、うん、あんた早く出てみたいな、うん、で私も焦るじゃないですか、うん、自分こんな格好やし、うんうん、早く着替えなと思って、はい、パッて立った瞬間に、うん、足がしびれてたんですよ。そのままこけて、あ、だからその子一生恨んでます。これ一応電波に呪いってなりますけど、頑張ればちょっと何か災害を起こせる可能性もありますけど。でも本当にそのせいで私の集大成の試合が出れなかった、うん、確かにね、自分のせいなんですけどね、うん、僕はね、あの修学旅行の前日に公園でなんかボールが茂み入っちゃって、うん、取りに行った時になんか変な枝を踏んじゃって、うん、あのめちゃくちゃ重い捻挫をしたんですけど、で松葉杖でその修学旅行行くか行かないか問題あって、いやいや行きますって言って行って、僕帰ってくる時もう松葉杖で走れるんです。すごい。一歩がこういうね、股がここなんで一歩が1メートル50ぐらいです。、ね、すごい運動神経いい子がやってたイメージある。だからもう片足と松葉杖のこの3本足でものすごいスピードで走れるようにやって帰ってきて、すごい親が成長したねって。修学旅行でだいぶ違う生き物として成長しましたけど。じゃあまあ怪我もだからポジティブに捉えればね、頑張れますけど。その時何もらったんですか、プレゼントは。あ、もう覚えてないですね。それこそマグカップとかだったと。いやでもやっぱ引退で構えてたらやっぱショックですよね。いや本当に確かに。いやもう今でこそ笑い話ですけどね。いやだからいいじゃないですか、エピソードが。エピソードで逆に感謝しないと。本当にありがとうございます。すごい左右されやすい。本当にこれからの詐欺被害が心配でしょうがないですよ。口のうまい人にすぐ騙されてしまう。本当騙されちゃいそう。大丈夫。大丈夫。はい、コメントきました。コメントきましたね。はい、ヤールさん、森脇さんはビッグマック一口で食べられます。ね、何の話。すごい。ちょっと待って。そうなんですか。食べれない。ちょっと僕今もう勘違いした。今もうあの拳の話で完全に水木ちゃんの話。え、じゃあ絶対拳入るじゃん。違う違う。ビッグマック一口は。ヤールの嘘。いや、すごい。チョロプさん、水木さんの特技は毎回すごいと思うと同時に心配になります。確かに。いやだから音がどこから鳴ってるかですよね。このここら辺だとやばいですよ、外れかけてる。メキメキっていう、そう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 、こっちこっちこっちの、あ、こっちか、そうそうそうです。いやだから音はもう完全にネズミ一匹死んでたんですよ。ゴリゴリバキバキって言ってたんで、咀嚼音的な話。いやだからそれ普段拳じゃないんじゃないかっていう疑惑がちょっと今家で出たやつを食べてる。そう、手本当にちっちゃい手が、そうそうそうなんです。入れやすいし、そうですね、それはやっぱ関係ありますもんね、拳の大きさ。見て、ちょっとこれなんかでもあんま変わんなかった。あんま変わんない。なんだろう、なんでもね、伝わんないかな。なんかちっちゃいよね、でもね、あんま分かんなかった。アイドルの振り付けみたいな。こういうね、ウィンクとありがとうっていう。あとはあります、まだ。ヘレンズ・ザ・ビューティフル・マジック・インベスターさん、うん、
ミルクさん、昨年末最後の生配信でも今年初の生ラジオでも拳を口に入れていて敬意を感じます、うん、顎を外せないようにお気をつけください。そうですよ、本当に、ね、はい、ありがとうございます。心配してくれて、気をつけます。いや、顎を外れるならまだ直せますけど、最悪ここが裂けていってしまったら、うん、もうね、ホラー番組にしか出ない、口裂けようとして。でもどんどん入れやすくなるってことですよね、ここが裂けていったらね。ポジティブに入れますね。もうそれ最終的に拳じゃないものも入りますから、大体何でも何でも入るように、はい、じゃあ続きまして、あ、まだあります、あ、まだあります、はい、あ、じゃあどうぞどうぞ。え、僕？いや、いいですよ、せっかくなんでご本人が読んだ方が。じゃあこれ、はい、確か、あ、ツナマヤさん、オスナグラドルの特技が拳が口に入りますだったファンの気持ち。ピエン。いやいやいや、それはでもね、バラエティに出ることでさらにこの露出が増えるかもしれませんから。ごめんね、ごめん、はい、ごめんね。ごめんってことはないですけどね。やる、バキってなりますね。バキってなりますね。手首、足首、野球。野球？野球？なんですか、野球。ボケ的なことですか。肩を？肩。ごめんなさい。ちょっとコミュニケーションが成り立ってないですけど、ちょっと今もう時止まりましたけど。ちょっと何言ってるか分かんないけど。ちゃんとご自身で処理を。じゃあノブね、はい、水木さんが拳食べたならリリカさんもクレヨンしんちゃんのモノマネかダンスしましょう。ダンスはちょっとね、うん、スタジオが破壊されてしまう可能性があるブレイクダンス、ね、クレヨンしんちゃんもね、なんだろう、本当に、うん、いや、もうだから気持ち悪いならもうやっときましょう。確かに、はい、うん、じゃあせっかくなんで、いきます、はい、いきます、はい、おい、おら、野原しんのすけだぞー、はい、おー、似てると思う。いや、でも実際、うん、あの、よかったです、事故らなくて、うん、似てた似てた、意外としたらさっきの骨折よりひどい事故になる可能性もね、 ありましたから、よかったです。似てた、ありがとうございます。それはあれですか、急にできたんですか、ある日。これは練習したんですか、鉄板ネタですか。いや、なんかヤングマガジンさんのなんか特技披露の時に何も特技を披露することがなくて、うん、もうひねりにひねってで、これが出て、なるほど、これをやりました。でもやっぱり何にもないよりいいですからね。いや、本当に何かやらない、うん、結構クオリティ高いと思いますね。あ、本当ですか、はい、じゃあこれから自信持ってやります、まあ、はい、で、伊藤さんは何のモノマネができるんですか。あ、僕、犬とかですかね。じゃあ、今やってって言う、今止めようとしたら先に止めしますっていう、あの、ね、もうあの、ちょっと画面からどっか止まっていいですか。結構あの、コインの前のだけです。もう大丈夫です。大丈夫ですか。もう長いっぽいです。最後、ゆなちゃん、はい、ああ、まだゆなちゃん、はい、4人の会話聞いてるだけでも楽しい。いやいや、まあまあ、ありがとうございます。ここのね、お二人はコラボというかね、はい、もう始めましてですからね、なので引き続きいろいろね、面白トークをできたらと思いますけども、好きなものはじゃあ何ですか。私はワンちゃんを飼ってて、うん、もうその子が本当に大好きです。何歳ですか。今1歳ちょい、赤ちゃんですね。1歳ちょいってことは、じゃあそれもうあの生まれた時とか、生まれた時っていうかちょっとしたぐらいのやつを、じゃあお迎えというか。そうです、うん、3ヶ月ぐらいの、すごい、本当に最初こんなしかなくて、今もこんぐらいしかないんですけど、何犬なの。チワワとポメのミックス。ちっちゃいのか。ね、ちっちゃいですもんね。人間の年齢で1歳？違います。ワンちゃんの年齢で、それむずいんですよ。人間の年齢で今1歳っていうのめちゃくちゃむずいですから、ちゃんと生まれてからの日数、うん、あ、なるほど、すいません、はい、17歳とかじゃないかな、うん、だいたい、あれですよね、小型犬だと10長くて15年ぐらいというか、そうです、だからまあ6倍ぐらいですかね、うん、生、はい、ありがとうございます、はい、賢くできてよかったです。はい、ありがとうございます。1個勉強になります。あれですか、じゃあリリカさんはペットは飼ったことない。あ、私実家で飼ってます。あら、黒芝を飼ってます。私も実家で黒芝飼ってた。黒芝って黒い芝居の人。白い芝居、そういう呼び方があるんですね、うん、かわいい。じゃあ犬は、伊藤さんは犬は飼ったの。僕ポメラニアン飼ってました。飼ってました、ね、確かに。じゃあ、うん、僕もチワワ飼ってたんです。全員犬経験者ということですね。犬仲間だ、犬仲間だ。まあ、ここにもちょっと犬っぽいのいますけどね。これ何、どこが犬。すごい5匹ぐらいいるなと思って後ろ見たり。ね、はい、ということで、好きなものは、リリカさんは何ですか。はい、私の好きなものは、うん、何だろう、好きなものっていうかテーマパークが結構好きなんで、ディズニーランドとか、それこそユニバーサルとか大好きです。お気に入りのテーマパークありますか。なんだろう、ディズニーランド。ディズニーランド、うん、ね、年パスとか買ったりするんですか。うん、そういうのはできない。うん、なんかそんなに
かわいそうな気持ちになりました、ね、うん、1ヶ月に1回行くとか、それこそ1年に10回行くんだよとかってエピソードも特にないんですけど、うん、好きなんだ、あ、うん、好きを思い続けてるってことです、好きを思い続けて、なるほどなるほど、で、そのジップロックをまだね買って、そう、ジップロック、ディズニーのやつを買ってます、テーマパークでジップロックを買っていただいて、うん、はい、はい、じゃあテーマパーク、今まだ行ってなくて行きたいとこあるんですか、え、な、私あの海外に行ったことがなくて、うん、あの海外ディズニーに行って、あ、なるほど、絶対楽しい、じゃあもうちょっとネズミもリアルに、はい、ね、もうちょっとネズミリアルに楽しみたい、はい、今のはちょっとボケだったんですけどね、綺麗にあの乗っていただいて、はい、で、苦手なものは何ですか、じゃあ私は動物が苦手ですね、動物が苦手って、もう犬のエピソードが真逆なんですさっきの話何だったの、絶対飼っちゃいけない人ですけど、ね、犬だけは本当に大丈夫で、そうなんですか、え、じゃあ犬ともうノット犬的なもう分類ってことですか、犬か犬以外か、ローランドみたいな、ローランドさんみたいな、俺か俺以外か、鳥がでも一番ダメですね、え、じゃあ焼き鳥とか食べれないんですか、焼き鳥大好きです抹殺したらもう大丈夫っていう発想みたいですね、恐ろしい恐ろしい、はい、恐ろしい、で、リリカさんが嫌いものもの、うん、なんてもうちょっとよくわかんない嫌いもの、はい、あ、あ、お化けと虫がダメです、うん、お化けっていうのはそれ見たことあるんですか、うん、あ、あるんだ、実家とかで、うん、前のお家とか前のお家、え、前のお家ってもう普通に嫌、でもなんだろう、何も悪いことしてこないけど、うんうん、男の人がいる、それ多分お化けじゃないんじゃないですか、え本物の、え、怖い怖い、そっちの方が怖い、そっちの方が怖い、一人で帰るのに、お化けだと思い込んだね、パターンが、ねえ、やだよ、それぞれなんか鳥肌立ったよ、大丈夫大丈夫です、よく見たら伊藤さんですからね、ねえ、よく見たら多分僕がよく見たら伊藤さん、もっと気持ち悪いかも、コメントがすごい、ね、すごい、紙芝居ぐらいできそうですけど、ね、本当だ、コメント紙芝居ですよ、はい、じゃあここちょっと切れ目なんで、じゃあ、はい、はい、水木さん、水木さん、お盆いりますか、うん、ああ、だからあれですよね、お盆ね、拳、あ、違う違う、私あの、そう、YouTube で、ああ、そうだそうだ、なんか、ね、さんの、そうです、YouTube でやったんですよね、はい、やらせて、女子版アキラ 100%、 そうです、水木 100%、 あ、すごい、ありがとうございます、YouTube、 そう、これに載せさせていただいてて、でもこれはもう企画として絶対にバズりますよね、いい、うん、あ、出た、あの、すごい、いや、でもなんか、そうなんです、シュープレでも取り下ろしさせていただいて、そのアキラさんの格好、帰ってみよ、やめてやめてやめて、登録してくれた、もうだコラボしたらいいんじゃないですか、でも YouTube やってないよね、リリカ 100% もやったらいい、やろうよ、毎回やらなきゃいけない毎回オープニングで、僕が変な企画を進めたって言ってマネージャーさんに怒られちゃうかもしれない一応止めときますけど、いやでもね、そういうじゃあ面白い企画も結構積極的、あ、でも YouTube っていうやっぱ場所があるのがいいですね、そうですね、うん、やっぱ思いついたらね、やりますもんね、まだありますか、まだあと5枚ぐらいあります、はい、ポッポがスクショタイム欲しい、スクショタイム、だみんなでポーズを3秒ぐらい決める時間だよね、いやー、僕らの痛さやばいですねこれこれは SNS に載せてください、なんかすごい申し訳ない気持ち、今年一番申し訳ない気持ち、小顔にする意味もないぐらいでかいので、で他にコメントが、はい、さよこさん、はい、うん、リリカさん、天然爆発してますね、最高です、可愛いジップロック探します、あ、ね、嬉しい、これリリカさんはまだ天然ということで気づき始めてないらしいので、私知的キャラなんです、知的キャラでもない、知的の地が恥ずかしい方の、ね、やだそっちそっちやだ、ベイさん、このメンバー楽しいです、レギュラー番組に素晴らしい、ぜひお願いします、局の方に届いてますからね、ぜひお願いします、はい、ということでありがとうございます、まだありますか、ね、まだありますね、はい、じゃあもう行きましょう、ノブさん、うん、僕は小学生の頃バスケットゴールのゴールをジャンプして捕まろうとしたらつまずいて、うん、そのまま肩から落ちて骨折し、サッカーの初めての試合に出れなくなりました、そうだからね、やっちゃうんですよね、
なんかよくわかんない、その成功したから何というものじゃないことを小学生っていうのはたくさんやっちゃうんですよね。そういう年齢よ。ゆうきさん、りりかさん、人間の年齢で1歳とか真顔で言うのやめてください。もうさ、掘り返さないでよ。だからもうその犬が100年近く生きる前提のコメントだと思うんですよ。犬増えすぎて困っちゃいますよ、この世の中に。はい、全日本水木すれんめいさん、みゆきさんへ、拳入れて口が裂けたら新しい上官役としてハリウッドデビューの構成なので、口が裂けるまで頑張ってください。確かに女マンジョーカーみたいな感じで、ね、幸せなのか不幸せを願っているのかもうわからないレベルですけども。ゆなさん、はい、去年一番の思い出は、うん、と来てます。お、はい、質問だ。思い出、はい、うん、去年一番、でもやっぱ私犬飼った時ですかね。そっかそっかそっか。あ、嘘だ、一昨年だかったの。一昨年。一昨年。じゃあそれが一番良き思い出。はい。で、なんだろう。なんだ。空白の時間が今生まれかけて、今ちょっと挙動不審になりかけましたけど。あの、新しいお仕事いっぱいできたことです。なるほどなるほど、いいですね、うん、ありがとうございます。はい、でね、もうちょっとなんとね、うん、5分しかないんですよ。ね、ない時間が足りない、やばい。めっちゃ来ますね。じゃあこれ50通ぐらい来ますよ。すごい。いや、ね、全国の皆さんと文通をする番組として成立しそうですけど、もはや。あかりさん、はい、クリスマスミーリング最高だった、会いたいよ、うん、ありがとうね、会いに来てくれて、はい、ありがとう、あかり、会える場所がね、はい、たまにはありますもんね、引きこもりダイエットさん、お盆見ながら聞いています。お盆見ながら、お盆見ながらって何ですか。いいですね、なんかね、崇拝するアイテムみたいな。銅像じゃないけど、ね、ここに行ったんで、恥ずかしいわ。もう水木教のジャメスジユーコムさん、うん、高橋さんの YouTube 生配信はすごいです、うん、森脇さんはドッキリでいいことだと思いました。はい、ありがとうございます、はい、ということでね、ちょっとお仕事エピソードはもう入らないんですよ。カットですね、じゃあ。だから、ちょっと一回先に告知しときましょうかね。うん、あ、そうですね、はい。それが収まらなかった大変だから。そうですね、ありがとうございます。まあでもお仕事パートに入るところなので、ね、まず水木さんはグラビアアイドルとしてのご活動ということで、はい、いろんな雑誌だったり、DVD だったり。の流れでなんと今回と、はい、リリースされるものが、はい、ありがとうございます。1月の13日に、はい、最新の DVD 水吉が発売になります。13日、30日ですね。もうなんかすごい、実はこんなキャッチボールしてたのに収録だったんじゃないかっていう話になりますけど、13日だったら日です。はい、1だ、かわいい。もうあと5日ぐらいですね。そうですね、1年ぶりの DVD なので、うん、よかったら皆さんぜひ見てくれたら嬉しい、うん、はい、お願いします。すごい、階段でこんな格好してる子はなかなかいないですから。なかなかいないですね。びっくりしちゃいますけど、なんもうめくってますからね。そうなんです、ちょうどいいとこにワイプが、ワイプが、ね、あれちょっと負けてほしいな。ちょっと待って、これはそうそうですね。恥ずかしいですけど、あえて変な感じになっちゃいましたね。そういう番組じゃないんですけどね。でも素晴らしい、素晴らしい演出、視覚効果。素晴らしい視覚効果で。今のは録画必須のところでした。ということで、リリカさんは、はい、なんと去年、今年のお仕事で決まったものがね、はい、あるとのことで。2024のスタンレーレースクイーンが決まりました。おめでとうございます。おめでとうございます。初めてのレースのお仕事で、全国いろんなところに行くわけですね、はい、レースで、はい、行きます、うん、じゃあレース場に行けば会えると、はい、会いに来てください。ぜひ、ね、いや、だからやっぱ会えるっていいですよね。うん、やっぱ音楽のやっぱやられてる方もライブとかでやっぱ会えるじゃないですか。うん、しやすいですよね。うん、そうですよね。はい、すごいコメント。はい、水吉さんのゲラがたくさん聞けて幸せでした。めっちゃ楽しい。今日も可愛くて偉い。イエーイ。代わりに読んであげる。偉い。ゆな
ちゃん、このな生配信見てて楽しい。リリちゃんの天然ぶり最高です。もうこんだけ言われるから、もうだからそうなんです。もうあの本人の意思に反してというか、うん、これから覆していきます。でも天然ってでもいいことですから。いやそう、かわいい。いいことですか。作られてないという奇跡ですよ。めっちゃよく言いましたね。お父さんとお母さんに感謝しないと、うん、こんなに天然に産んでくれてありがとうっていうね、人工物じゃなくて。人工物。だからね、まあちょっとデビューのねきっかけとかもいろいろ聞こうと思ったんですけど、うんうん、なので早っ、まあそれはね、うん、早い、8年後ぐらいに、うわーめっちゃ先になっちゃいます。やだ、悲しい。ね、ひょっとしたらもう引退した話とかになるから泣きにしもですけど、8年後確かに8年後、いやでもね、ちょっとあとは SNS を紹介していきましょう。はい、最後じゃあお二人 SNS 何やってますか。はい、私は Twitter、インスタ、YouTube をやってます、うん、見てください。はい、お願いします。インスタ、Twitter、TikTok やってます。よろしくお願いします。うん、ぜひ皆さん登録していただいたらね、まあそれこそちょっと今日のお話のね絡んだエピソードだったりもあるかもしれませんので、はい、掘り起こしていただいて、はい、はい、ということでお二人をね、高梨瑞希さんと森脇りりかさんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、これはもうなんかあれでしたっけ、あ、なんか伊藤さん告知もはな特になし。あ、僕は大丈夫です。はい、僕はですね、といつも言ってますが、はい、来週の火曜日のレインボータウン FM の番組がちょっと多くになりますが、影井ひなさんというね、TikTok の1000万人以上フォロワーがいる方をゲストにお迎えして、で、しかもリリカちゃんと同じ事務所のね、伊藤桃ちゃんという、アゲハの、モデルさんとかやってる方と一緒にお送りしてますので、ぜひ皆さん、19時半から聴ける方は聴いていただければと思います。はい、ということで年始一発目ということでね、はい、楽しくお送りできましたと思います。楽しかったです。これあれですもんね、 YouTube に2週間ぐらいに、はい、上がりました。そうなんですね。でまた途中から見ちゃいましたっていう方はぜひ見ていただければと、うん、コメントしてください。っております。こんなにコメント来たの初めてですね。いやーすごいです。だからもうあれですよ、反エコですよ。髪をめちゃくちゃ使って、いやでもありがたい、いやありがたい、ありがたい限りでございます。はい、ということで、あとね、みずきちゃんにはお花も来てましたので。そうなんですよ、お花本当にありがとうございました。ぜひまた来ていただければと思います。それでは今日出口大輔と伊藤大輔のと高梨みずきとリリカので、おしゃべりワンルームでした。ありがとうございました。ありがとうございました。